間の戦いで呂布は敗走、朝鮮は戦場に散った。陣中最強の武を瞬く間に退けたのはナタである。巨著はその一部始終を目の当たりにしていた。そして憤ってもいた。ナタの呂布と朝鮮への攻撃がひどく理不尽だったからである。なんとか助けられないか、巨著から相談を受けた芝氏は即座に救援策を考え出した。今は一人でも多くの仲間が欲しいところである。ナタの暴走を止め、助けられる命を救うために、巨著と芝氏は時を渡った。ナタの暴走を止めるには新たな経路を作るのが早い。すなわち船団を呼び寄せ船の道を作るのだ。だどもそんなことしたら敵が攻撃してくるぞ。船は沈まねえだか。だからこそ武名高き猛将に協力を仰いだのだ。それってオイラのことか。照れるな。船を呼ぶだけの簡単な戦だが、未来を変える大きな一手だ。気を引き締めてかかるとしよう。オイラ、頑張るぞよ。兄上が船団を率いてくる。俺たちはそれまで敵を抑えておくぞ。敵の勢いが激しい。砦を足場に、なんとか前線を押し返せ。骨ごと噛み砕いてくれよ。何してんだよ。映像を撃傷撃ち取っただよ。よ、これぞ天の助け。助太刀頼みますぞ。これは厳しい状況だな。転がるぞ。骨ごと噛み砕いて。兵器で船を攻撃するつもりだ。放っておくと面倒だな。来てくださると信じておりました。ご助力感謝します。おお、申し分ない働きだ。おお、目を見張るばかりの戦ぶり。これで安全は確保できたろ。いく船が来ても大丈夫だ。待たせたな。堅固な堰を無手で攻めるは愚策。勝者を用いるぞ。まずは砦を確保せよ。そこで勝者を建造する。さすが兄上、隙がないですね。
ぞ。ここに残しておく。これで未来に新たな道を作れよう。勝っただよ。嬉しいね。龍馬は退け、船の安全は確保した。これならば未来においても船の道は残されよう。過去は変わり、新たな未来が生まれた。あとはショーがうまくやるだろう。やっただよ。